そうですけども、この機会を、まあ、お互いを知る機会にしたいということで、面談もやっておりますけれども、私が、どんな人間であるかというようなこと、それから経営者として何を考えていて、皆さんが何を望んでいるかというようなことをちょっとお話しさせていただいて、そして、パートの皆さんには、人材の育成という観点で少しお話をさせていただくということでした。今が約40分ぐらい、やや一方的に喋りましたので、その後、まあ、続きとかがあればということで、話をしていただきたいと思います。私はですね、社会人になって、数えましたら28年目です。現在40歳です。今年50歳というのが、50という数字の、まあ、不思議でですね、今、なんか、大河ドラマの天地人も、もう死んじゃったんだけど、なんか、別に謙信が死んだのは42歳です。一人では見ても、この間、大河ドラマで見ながら、謙信が死んだのは、人生50年ということを、本当に死んだから、昔だったらもう終わってんだなと思いました。社会人になったとき、皆さんはもう社会人のスタートというか、あったかもしれない、思い出されたので、まあ、うちもね、新入社員に乗り込みましたけど、新人を見ると、本当、すがすがしい、フレッシュな気持ちになって、心が現れるというか、まあ、そういう思いになりますので、皆さんも新人の時は、どんな気持ちで人生から社会人スタートを切ったでしょうかというのちょっと思い出していただきたいと思いますが。まあ、皆さんもいろいろな経緯があって、まあ、ここにいるというか、このテーブルにね、この6人がこうやって話をしているというのは、何かと思うんですが、私ももちろんいろいろなことがあって、ここに至っているわけなんですけども、私は社会人のサラリーマンとしての人生をスタートするときに、サラリーマンがなんとなくだったわけじゃなくて、本当に選んで、私はサラリーマンという職業を選んだという意識がかなり強くて、まあ、なぜかということですが、皆さんも小さい頃希望の職業とか、小さい頃は、結構体操競技とか得意だったので、そういうのが大きい選手になるのか、ぼんやりとか、中学ぐらいになって、目指してたのは、実は医者だったので、私は医学部志望で。残念ながら大学の受験に失敗してというか、医学部で通用するほどの頭がなくて、高校入学するときに医者になるっていうのを努力しようと思ったんですけど、ちょっとその間にですね、音楽にハマりまして、まあ、一番良かったとは思ってませんけど、音楽にハマったせいか、人のせいにしても人のせいで。自分のことなんで、言い訳してもしょうがないんですけど、医学部に到達できるという結果は出せませんでした。まあ、1年で諦めてなくてもよかったのかもしれないですけれども、まあ、医学部はやっぱり、今ちょっと、単純だったのかなという自分で思うんです。父親は建築関係の仕事をしてたので、建築関連をじゃあやるよっていうのは、そんなに自分で大きな数値ではなく、その時に結構音楽に夢中になったので、医学部にもし行ったら音楽のことはパッと忘れようと思ったんですけど、大学に普通の大学生になったので、この4年間を音楽にかける時間にしてもいいんじゃないかということで、両親にお願いをしまして、留年をしないから学費の4年間をお願いしますって言って、4年間で必ずプロになるべきかどうかの判断をするので、その時間を私にくださいと言って、かっこいいって言ったんですけど、まあ今思えば、学生の思いだから一生懸命やりますって、甘っちょろかったかもしれないので、まあ僕は僕なりに一生懸命音楽をやったつもりで、大学4年の就職活動が始まる頃にはですね、もう自分の才能もバンドの限界もこう見えてきてですね、この程度かなと。これ以上はちょっと、すぐにはなってなかった。
ちょうど私の1年上ぐらいが、チャゲアスが大学4年ぐらいデビューしているのか、大学生との間に、サバンスタッフが、アメリカパーの大学生のサバンデビューしたのか、そういう時期ですよね。まあ、そんなのが流行りだったかもしれないし、まあ、目指してたのはあんな感じで、学生の時には、まあ、テレビのプロで行けるような感じが見えてくるというようなところであれば、そっちに行ったんじゃないかと。一緒にやってた連中は、ひょっとしたら、当時から考えて、この勢いみたいなものに行っていけば、すぐになるんじゃないかなと思ってた連中もいたらしくて、やめたよって言ったときは、やっぱりかなり嫌がられた、辛いっていうか、一緒にすぐになるんじゃなかったのかって言われたし、就職しますっていうときも、一番驚いたのは、うちの母親で、あっ、僕、休んじゃなかったっていう感じで、母親としてはもう諦めることになったし、まあ、医者であり、音楽を2回ぐらい自分としては諦めたと工夫してきてたので、音楽を続けてが良かったんじゃないかなっていうふうに悔やむようなサラリーマンの生活は絶対に送る前に思ってた。目立つならやっぱり自分の中でのサラリーマンの成功みたいなものを引き続けてちゃんとそれを目指そうというふうに思いました。なんで入社した時から必ず経営者になって社長とか社長とか言わなかったしと思ってたんですけども、そういうものを目指してそれが一つの自分のサラリーマンを選んだ理由にしようその意識で入社しました。だったので、入社した時からですね会社に入ったとか会社に行くとかっていう意識は自分の中には捨てていて私の会社です将来は私が会社になるんですいい今非常に思い上がった考えですけども、なんかので見ているものを触れるもの、それから会う人たちがですね、みんな、余裕こいてみて、まあ、俺の会社なんだから、将来気に入られるのは直せばいいと思って、上司のですね、上司をあまり上司と思っておりませんので、勝手に上の人間は2種類に分けられるのか自分で考えるんですが、1つは自分の役に立つ先輩、もう1つは、将来を含めて私が面倒を見てあげないといけない、まあ、こういう子供に仕事をしていく人も必要だよと思っていたので、まあ、流れが非常に私にとって、合わない、全然こう考えるのは違う。まあ、そういう人もプロレスとかいるんだと、今という会社の中で、まあ、こういう考え方をしないのは、その人にできないのかなと思っていたので、まあ、多分、上の人間から見れば、何考えてるのか、新入社員だったり、ずいぶん生意気で扱いにくい新入社員だったんだろうなと、それ以外でも、日本は聞いたら、おっしゃったんですけども、実質の経営者ということになったわけです。その意味では私はそれまでは自分の会社ですと思ってたんですけども、今度社長になるとですね、考え方を変えなかったと思います。今度は経営者になったんですね。考えることは、今度は、ここは皆さんの会社ですよ。というのを、ちゃんと皆さんの自宅にしていく、あるいはそう思える会社にしていくことが、今度は社長としての私の務めである。大げさな言い方ですけども、私はこの会社を君たち社員の会社という意識できる会社です。